はい、皆さんこんにちは、みーちゃんです。いつもご覧いただきありがとうございます。はい、そしてですね、今日は、以前も発表したんですけれども、ちょっと私の企画としてコーディネートですね。以前私はショップですね、某銀座の大きなお店、銀座のところに勤めていたり、ブランドとかのところのお店ショップに立っていたんですけども、もう何十年も前なんですけども、そういうことでお洋服が好きということでコーディネートですね、の提案をしていきたいなと思ったので、今日は初めての、島村コーディネートですね。ほとんど島村さんで購入しているので、他のいろんなのは、ね、入っていないんですが、だいぶもう溜まってきたので、購入品紹介もいいんですけれども、こういうコーディネートできますよということで、そういう感じでちょっと提案していきたいなと新しい企画立ててみました。よかったら最後までご覧ください。チャンネルで参考になったなという方はぜひチャンネル登録、よろしくお願いいたします。はい、そしてインスタグラムもやっております。概要欄に貼り付けてありますので、そちらは私の本当に、日常をアップしております。よかったらご覧ください。はい、そして今日のまず第1弾の、コーディネート、まず今日はですね、白の T シャツ、この夏の時に必ず使うであろう白の T シャツですね。これをどういうふうに着こなしていくかっていうのを、私が持ってるお洋服で、いろいろコーディネートしていきたいと思います。小物をちょっとプラスするだけでイメージが変わったりね、そういうのが見ていただければなと思います。はい、よかったらご覧ください。スタート。はい、白の T シャツ、普通に着るとこんな感じです。はい、これをインにしてみるとこんな感じ。そして一つプラスするだけでちょっとこじゃれた感が出ます。はい、キャップです。ちょっとキャップをかぶるだけで雰囲気がぐっと変わります。はい、こちらロングジレ合わせてみました。そしてこちらが、カーゴパンツと合わせてみました。上に出してきてもいいですし、インにしてきても、そして帽子をプラスするだけで雰囲気がこんな感じ、くるりんぱはい、帽子とインにしてこんな感じで着てもかなり雰囲気が変わりますね、先ほどの感じと。はい、こちらは、昨年購入の、メロースカートです。これはちょっとインすると危険なので、上にオーバーで着てもすっきり見えると思います。はい、こちらはインにして着てましたが、お腹がちょっとぽっこりが気になるかと思いますが、お許しください。ちょっとね、お腹ぽっこりでしたね。はい、こちらは、デニムのジャンバースカートと合わせてみました。ジャンバースカート1枚あると本当にお腹が楽でね、私たちの年代楽ちんだと思います。はい、今日の動画は以上です。T シャツ、白の T シャツを1枚使って3点のコーディネートしてみました。参考になればなと思います。よかったら参考になったと思う方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。50代のコーディネートとして、今あるものでどういうふうにコーディネートしていったらいいかなど、ですね、コーディネートしていきたいと思ってます。よろしくお願いいたします。はい、それではまた、次回お会いしましょう。ありがとうございました。バイなら。